セコンダーセコンダー。さあ、まもなくラストラウンドです。ファイナルラウンド、第2試合のフェザー級戦5分2ラウンドラストラウンド、斉藤博俊対赤井田代の一戦。先ほど第1ラウンドではローブローがあり、アクシデントではありますがローブローであり、イエローカードが提示されているのが赤井。赤井にとってはこのラウンドで何か決着をしっかりとつけたい。近藤選手、そうですね、この赤井はやはりこのまま判定まで持っていかれるわけにいかないですよね。そうでしょうね、もうそこも考えてないんじゃないですか。あ、そうですか、はい、集中してますよ。的確に一つ二つと顎のラインに当てている。対するこの斉藤も前に出る出る。さあ、赤井は若干この額に今またカットがあるんでしょうか。あ、これ今流血がありますね。まあ、この斉藤の打撃、先ほどもちょっとインターバル中に伺いましたけども、この斉藤の打撃のこの強さ、種類的に言うとこの重さですか、それともインパクトですかね。そうですね、迫力じゃないですかね。あ、なるほどですね、はい。まあ、いわゆる近藤選手の元組の打撃でいきますとインパクトが非常に強いパンチを出されるわけですけども、まあ、そういったパンチ使いから、うん、斉藤のパンチというのは、これはすごくいいものありますか。そうですね、僕なんかだったらすごいやりづらく感じるタイプですね。そうですか、はい。それどういう意味でしょうか。崩れた斉藤、一撃必殺カークで試合が止まった。赤井田代勝者、赤井田代、なんというサプライズ。最後の最後に一瞬たりとも気を抜かなかったこの赤井田代が見事な KO 勝利。青コーナー、赤井田代。